はいさい、山田バサラヤイビーン、沖縄に帰ってきました。昨日9月の24日の夜の8時20時にですね、那覇に着きましてですね、現在9月のですね、さっき8月って言っちゃった、間違いない、大丈夫、9月の25日の朝午前9時前後の山田バサラと、そして地元沖縄市合わせ漁港に来ております。このツアーでね、僕の YouTube を見るようにね、視聴していただくようになったという方もいるかもしれませんので、私のね、地元の漁港の風景をですね、9月25日今日はお届けしたいと思います。沖縄、僕はちょうどね、関東ツアーに臨む頃はですね、台風が近づいていて、早めにね、僕は予定より1日早く東京にね、入りました。東京入りしました。で、昨日ね、妻に聞いたんですけれども、それからやっぱり沖縄はですね、風が強くて雨が降り続いて、今日もですね、実はね、今地面が濡れてるの分かりますかね、今日も雨が降ったり止んだりで、でもなんかね、やっぱり僕が日頃の行いがいいからなんでしょうかね、ちょうど僕がね、ジョギング、先ほどまでね、ジョギングしてたんですけれども、1時間前、ジョギングをしてる時間帯はですね、雨が降らなくてですね、降ってなくて、走ってる時間帯はですね、雨は止んでいて、そして僕がね、ジョギングを終えて、コインランドリーでね、洗濯を始めると雨が降ってきてですね、じゃあ今日は、動画撮影は、外ではできないなと思ったらですね、僕が YouTube 撮影をしようと思ったら、また雨が止んでですね、また、おかげさまでね、天気のおかげさまで、今日はですね、外からもね、撮影できるということで恵まれてますよ。はい、1週間旅をしてね、今回ね、驚いたことにですね、思った以上にですね、まあ、売り上げというか利益があったんですね。集客も、まあ、そんなにたくさん来た、お越しくださったわけでもないし、物販もめちゃくちゃ売れたわけじゃないんだけど、なんでこんなに思った以上にね、お金の利益が出てるんだろうかなと思って、ちょっと最初はですね、あれと、なんかちょっと狐につままれたようなですね、なんでこんなにお金が、儲けが出てるんだろうなというふうに思って、飛行機の中でね、ずっと考えてたんですよ。ちょうど羽田からこう那覇に向かう飛行機の中でね、で、分かったんですよ。で、分かったのはですね、移動費、移動ですよね。今回1週間のうち4日間はですね、大五郎さんね、この YouTube に出てくれたミュージシャン大五郎さんのですね、車でですね、例えば群馬からね、神奈川から群馬までね、行ったり、東京からね、神奈川まで行ったりとかね、そういうことをですね、4日間大五郎さんのね、車に運転にね、ドライブにお世話になったのでね、移動費ってバカにならないんですよ。まあ、それだけで数万円かかるんですね。何万円、どうでしょうかね、この1週間だけでも、もし移動費使ったら、そうね、3万4万ぐらいかかるんじゃないですかね、3万ぐらいかかるんじゃないですかね。で、あと宿も2日間ね、大五郎さんと、そして、お店の方にお世話になったので、この2日間の宿もですね、まあ、安いね、ホテルで5000円のホテルに泊まったとしてもね、2日で1万円ね、だからざっくり言うと4、5万ぐらいね、4、5万円ぐらいですね、車の移動費と宿泊費でね、抑えることができたんですよ。5万円って大きいでしょ、4、5万円って。これがね、本当に今回のツアーで、ああ、なんでこんなにお金がね、まあ、利益があったんだろうなと思ったら、もう本当に
それだけでね、全然違うなというのをね、改めてね、感じることができました。やっぱりあの場所によってはね、あの例えばこれまでのツアー中も、ソールドアウトになるね、あのライブ会場って あったんですよね。ソールドアウトになったりとか、めちゃくちゃお客さんが入って、めちゃくちゃその時はあの儲けがあるとか。でも大事なことはやっぱりこうやってね、続けていくことなんじゃないかなと思うんですよね。いろんな経験をしていくことですね。僕もこの旅をしてですね、ああこういう風にすればお金が残るんだなというふうに分かりましたし、ね、ソールドアウトになったからといってですね、あの浮かれていてもですね、ダメ。ね、次の日、ね、どうするか、ね、次の日の会場でどんな風にお金をやりくりしていくかっていうね、あのお金というのはね、そのマネーというだけじゃないんですよ。お金っていうのはいろんなこと、いろんなことを示唆していると思うんですよ。例えば、例えばこの、まあ、信頼だったりね、あとはまあ、なんかエネルギーの交換だったりね。だから、利益を出すというのはですね、儲けだけを考えててもいけないんですよね。何か、自分も人に何か喜びを何かを与えるとかね、そして、まあ、我が家のことで言うと、花に水をあげるとかね、まあ、誰かに、お礼のお手紙を出すとか、そうすると、またバサラさん呼びたいなとかね、誰かに会いたいなってことになるじゃないですか。だから、本当にね、今回の旅でね、また一つ経験が増えました。もうこの経験というのはですね、どんなにね、経験したことがない人に説明しても伝わらないものがあるんですよね。だからやっぱり直にね、リアルタイムで経験して、いろんな痛みもね、まあこう伴いながらですね、それを楽しみながら、やっていくことがですね、きっとですね、人生良い旅ができるんじゃないかなというふうに思いました。この経験をですね、まあ、大事にですね、自分だけじゃなくて、また沖縄にね来るツアーミュージシャンにもですね、できるだけのことをですね、協力できることがあればいいなというふうに改めて思いました。この旅で出会った皆さん、ありがとうございました。また引き続きね、僕の YouTube 動画は毎日続けていきますので、この山田バサラサラバンジダイリ、よろしかったらですね、チャンネル登録と、そしてグッドボタンよろしくお願いします。以上、現場からお届けしました。今日も一日サラバンジ。